若尾民蔵大正6年2月22日は、日本の実業家、甲府市長、甲斐の国甲府市下一条町に、細田利平の三男として生まれる。幼名は長次郎、姉の、初は、若尾一平の夫人であり、姉婿である一平に認められ、明治5年に一平の養子となり、一平の弟である横浜の若尾育蔵の、長女である、若尾菊と結婚。一平の隠居により、 形式的には、明治27年に家督を相続したが、大正2年の一平の死後、実質的な若お家の二代目となっている。明治39年7月7日の甲府市会において、満場一致で第七代甲府市長として若尾を推薦したが、市会議員全員に自体の所管を送付するなど、若尾は推薦を辞退した。このため、 武田千代三郎山梨県知事らの重なる混成により、本意し、同年7月24日の採下を経て、同日第7代甲府市長に就任したが、9ヶ月後の明治40年3月5日に辞任した。なお、辞任に再始公認の甲府市長に、元山梨県知事の加藤平四郎を推薦している。明治42年に、甲府商業会議所が創立すると5月6日に、会頭に選出され、 大正6年2月22日まで務めている。また、実業面においては、若尾銀行東取、東京伝統会長のほか、横浜商金銀行、東京ガス、横浜倉庫などの重役を務めている。日露戦争後の1905年に、山梨県甲府市では、増設師団の兵営誘致を進めており、民作りは、私有地を提供するなど、積極的に誘致に携わっている。 民作りの用地提供で1908年に不評第49連帯の甲府城中が決定すると、民作りはさらに西山梨郡相川村周辺の用地も買収して提供した。1912年には皇太子義人新能の山梨行刑が行われ、民作りは宿舎となった甲府城稲荷ぐに存在した公会堂である木山館の改修費を出資した。 また、予備の宿舎には若尾銀行が当てられている。皇太子義人親王は県内各地で甲府連隊の演習を視察している。ありがとうございます。